どうも、顔型パン、体パンパン、松田コシヒカリです。はっ！ということで、お久しぶりですー。ちょっとね、動画を、アップするのがだいぶ遅くなってしまって、よだれでした。アップするのが遅くなってしまって、本当にすいません。ちょっとね、絶賛持ちだわ、体調を崩しまして、はい。だいぶ、元気になりまして、復活しまして、精神的にもすごく安定してますので、今日はちょっと動画を撮ろうかなと思います。すいません、本当にお騒がせして、たくさんね、心配コメントありがとうございました。ということで、本日はですね、持ちだの秋メイクをご紹介していこうかなと思いまーす。はい、メイクをねしていこうと思うんですけど、今もスキンケアが終わりましたので下地から塗っていきます。ちょっとまず一番最初にレアミネラルズのプライムタイムオリジナルポアメイクアップベースというのをね塗っていきます。ベースに塗るとなんかこう肌が毛穴とかが少しこうなんか埋まるというか、なんて言ったらいいんだろうね、なんかさらっとするので、なんかファンデーションとかがね塗りやすい感じがするので、なんか最近塗ってます。こうロケ、ちょっと美容家の方とロケね最近行かせてもらいまして、今年はやはりツヤ肌がなんだかこうブームだということで、今日はツヤ肌でいきたいと思います。ツヤツヤになるようにベースを塗りまして、で、もう一個ちょっとベース塗りたいんですけど、それが、資生堂のフューチャーリーソリューション LX インフィニティトリートメントプライマー化粧下地っていうやつです。はい。すごく具合悪くなっちゃってさ、なんかね、2週間でね、5キロぐらいね、ガッて痩せたんだよね、1回。で、そこから少し具合も良くなってきて、普通にお米をね、やっぱ食べたら、一気に体重が戻りましてね。はい。結局プラマイゼロみたいな。こんな感じで、一旦ベースを塗りました。はい。で、ファンデーション塗っていこうと思うんですけど、ファンデーションはこちらですね。もう高いんですけど、このスックのザ・リクイドファンデーション125番。もうこれに限る、ツヤ肌は。はい、ということで、今ファンデーションが塗れました。はい、スックはね、薄付きで可愛いんですけど、ちょっと薄い気もするので、目元周りだけ、コンシーラー足したいと思います。といってもこちらは、クレドポーポーテのクレクチュールエクラプールレジューです。分用ファンデーション。これスティックになってるんですよ。あ、やばい、出すぎた。この辺ちょん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 ってね、トン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 しまくります。粉は3です。3のスムースオペレータールースパウダー01。ちょっとツヤ肌がいいのであまり使えません。最近学んだんですけど、教えていただいて、化粧崩れないためにパウダーをすごくたくさん、ってつけたくなる、んですけれども、それが逆効果の場合もあるらしく、ドロドロになってしまうと。あまりつけなくても、しっかり、ファンデーションはつくので、あと、崩れ方が綺麗っていうらしいです。なんか。じゃ次、眉毛ね。まずベースで、この、ファシオンのアイブロウペンシルの01番かな。で、毛のないところを少し埋めていきます。これはケイト、これねファンの方にいただいたんです。ケイトデザイニングアイブロウライトブラウン系×キャロットオレンジっていうこのリアルカラーをちょっと混ぜつつ使っていこうかなと思います。なんか眉毛の流行りもなんか少し垢抜けたこういう色が混ざった眉毛がちょっと流行ってるとのことなので、少しそういう色も取り入れつつ描いていきます。ほら、色ちょっと変わりますよね。はい、ということで、眉マスカラはヘビーローテーション、安定の。これ軽くね、ちょっと、馴染むように、毛先に少しつけます。ということで、アイメイクやっていこうと思うんですけど、もうこれはでも結構私のフォロワーさんとか、ファンの人はね、もうずっと私がいいって言うからだけど、ディオールのバックステージです。バックステージアイパレット。こちらの赤い色を使っていきます。
これこういう赤っぽい、赤茶っぽいレンガみたいなこういう色、はい、この色がやっぱり可愛いんですよ秋は。そう、私秋はなんか赤が流行だという、目元に赤を持っていくのが流行ってるとのことなので、こちらで色を入れていこうと思います。はい、あ、ちょっと待って、つけすぎた結構広めに入れます。で、ちょっとこの辺のブラウンとかもちょっと入れます。はい、で、ちょっと細いペンで、あのこの下の際のとこにもこの赤を入れていきます。また可愛いんだよね、この赤をこうキワキワに入れていくの。これも教えていただいたんですけど、はい、こんな感じ入れました。ちょっと涙袋の方もね、こう入れ、ちょっと色入れていきたいんですけど、まずベースにコンシーラー、こちらがキャンメイクのアイバックコンシーラーの01番です。はい、こちらをまずこの涙袋に入れていきます。で、ぼかして、書いてぼかして。涙袋って結構印象変わるよね、アルトナイトで。で、その上にさっきのディオールのバックステージのこの、この白のね部分を私は入れるのが好きです。ここにこんな感じで入れて、でさらにこの、セザンヌの各二重アイライナー、これはもう私の大好き、ずっとあの愛用してるんですけど、これであの線を入れて、さらに涙袋を強くしていきます。こんな感じです。で、そしたら一旦ちょっとまつげをギュンと上げまして、あのメイク、あのマスカラ、マスカラを入れていきます。やっぱまつげで結構印象変わるよね本当に。で、マスカラ、マスカラはデジャブ、デジャブ、ちょっと聞いて、この間さゴキブリ、でっかいゴキブリ一匹出てさ、そんなすごい、結構うちんちすごい綺麗なのよ。でトイレ行ったの夜中に、家でもうコンタクト取れたし何も見えないんですよ、視力が悪くて。で何も見えなくて、普通にトイレ座ってハーって下向いたら、なんか絶対股間の間、その足のね、足と股間のこの間に黒いものがシュッシュッって一瞬過ぎて、イエーってなって、わざわざねコンタクト、私メガネちょっと持ってなくてさ、コンタクトを片目だけつけて、こうやってこうやってトイレ見に行ったら、もうチャッカッでっかい G がいて、だかったよ、まあ、彼氏が私はあの遠くで見てました夜中にそんな時間がありました。アイライナー、アイライナーは、デジャブだと思います。ハゲすぎてわかんないけど、多分デジャブの、 あの極細アイライナーみたいなやつで、軽く目尻、あと梅、あと目の隙間、合間をね埋めていきます。ちょっとジェルライナーで埋めたかったんだけど、ちょっとねあの今押し入れの奥の方に、ね、入れてしまったので、で、目尻もちょっと出します。こんな感じですね、ちょっと長めに出してます。はい、ハイライト、ローラメルシア、メルシア、メルシエのハイライト、これを軽く軽く入れます。なんかここトゥン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 って入れると鼻がキュンってなるらしいよ。トゥン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 、かかと、かかと、軽くね。で、リップ塗ります。リップがこれ、これね、実はファンの方に前いただいて、すごく可愛くてずっと使ってるんだけど、これ白のジンジャーリップスティックです。今もあるよね、これめっちゃ可愛いんですよ、色が、ほらめっちゃ可愛いの、このなんか ブラウンっていうの、赤っていう、なんつうんだろうね、なんかこの色はすごい可愛くてね、ちょっと塗ってみますので。可愛くないこの色。はい、こんな感じで、ちょっとこの根元にラメを入れたいので、クリオの
アイシャドウパレットのラメを少しのせようと思います。これもつけるとすごいついちゃうから、ほんとちょっとでいいんだよね。アイシャドウは上は私はほんと真ん中だけ、そう真ん中だけのせるようにしてます。センターだけのせると光が出ていいです。はいはい、ということで完成でーちょっとウィッグもつけます。はい、ということで完成です。あとこういったなんかこういったなんかメガネとかも合わせても可愛いかなと思います。金縁とかね、こういう金縁とか別光とかのメガネも秋は可愛いので、なんかそういうのもやってみてもいいかなと思います。どうでしたでしょうか。はい、あんまり参考にはならないんですけどね、もしあのやってみたいなとか気になる化粧品あったなって人いたら真似してみてください。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。